こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。関係が悪化の糸をたどっている私たちと韓国ですが、この度ムン・ジェイン大統領が対立を引き起こして申し訳ないと14日午後に開かれた大統領府主席補佐官会議で発言しました。これは一体どういうことなのでしょうか。真相が気になりますね。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。ムン・ジェイン大統領は14日チョグク法務部長官の辞任と関連し、結果的に国民の間に多くの対立を引き起こした点について非常に申し訳なく思うと述べた。ムン大統領はその一方で、チョグク長官自体が検察改革と公正の価値、マスコミの役割についてもう一度深く考えることができる大事な機会になったと意味づけた。ムン大統領はチョグク長官の免職案を午後5時38分に採可した。ムン大統領は同日午後、チョ長官の辞任発表直後に開かれた大統領府主席補佐官会議で、チョグク法務部長官とユンソクヨル検察総長という素晴らしい組み合わせによる検察改革を期待していた。しかし夢のような期待になってしまったと残念がった。さらにムン大統領は、今回韓国社会は大きな痛みを経験した。その事実だけでも大統領として国民に非常に申し訳なく思うと述べた。ムン大統領は7日の会議では、政治的事案について国民の意見が分かれるのはあり得ることであり、これを国論分裂とは思わないとしたが、今回は遺憾の意を明らかにした。ムン大統領はチョグク事態による混乱について頭を下げながらも、チョ長官が検察改革のために傾けた努力と成果を高く評価した。ムン大統領は検察改革に対するチョグク長官の熱い意志と、このためにあらゆる困難を黙々と耐える姿勢は、多くの国民に再び検察改革の切実さに対する共感を広げ、検察改革の大きな動力になったとした上で、チョ長官の任命は決して儚い夢で終わらなかったと強調した。そして今日、チョグク長官が発表した検察改革案は、歴代政権から長年要求されてきたが誰も成し遂げられなかった検察改革の大きな一歩を踏み出すことだとし、国会の立法課題まで実現すれば検察改革の基本が作られると述べた。チョ長官とその周辺に対する捜査過程で大統領府や与党と対立した検察には本格的な改革に乗り出すよう求めた。ムン大統領は、検察自ら改革の主体という姿勢を示してこそ、検察改革にもより実効性が生まれるだけでなく、今後も検察改革が発展していくという期待が持てるようになるだろうと述べた。チョ長官が提示した細部改革案を検察が積極的に実行に移すべきと強調したのだ。ムン大統領は、法務部は検察改革の課題について10月中に規定の制定や改正、必要な場合は国務会議の議決を終わらせるよう指示した。大統領府の関係者は、大統領がチョ長官とユン総長を素晴らしい組み合わせだと言ったのは、それだけチョグク長官の辞任を残念に思っているということだとし、改革を最後まで進め、立法の課題まで解決することが残された人々の課題ではないかと思うと語った。ムン大統領はマスコミの役割についても言及した。チョ長官に対する検証競争と検察の捜査を報道する過程で浮き彫りになったマスコミの検察情報の受け売り慣行に対する批判だ。ムン大統領は、マスコミの役割については政府が介入できる領域ではないとしながらも、マスコミ自らその切実さについて深く精察し、
信頼されるマスコミのために自己改革のため努力してほしいと述べた。それでは韓国国民の反応です。最後まで正義のふりをするんだね。本当にうんざり。諸国事態を長引かせすぎ、国力の無駄だった。ムンジェインはまず自分を改革しろ。経済改革もしてください。このじいさんはしたためショーのようだ。先週は対立などないと言っていたのに。諸国法務部長官とユンソクヨル検察総長は素晴らしい組み合わせ。アイドルユニットでも作る気だったのか。ブンが大統領になってまだ2年ちょっとしか経っていないというのが驚きだ。この件で検察がどれほど絶対的な権力を享受してきたか分かりました。検察改革は最後までやり遂げる必要があります。諸国長官、ありがとうございました。どうでしたか。珍しくムンジェイン大統領が謝罪をしたかと思ったら、やっぱり自国民への人気取りのためだけでしたね。本当に謝罪する相手を間違えているのではないでしょうか。支持率が過去最低を記録し、 30% 台目前にしての見え見えの対策でしたね。これからの動向が楽しみですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。